はい、どうも、こんにちは。いや、やっぱないな。この挨拶はないな。うん、でもなんか、自分なりの挨拶って欲しいよなと思うんですよね。うん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。うん、いや、なんでもないです。やめましょう。というわけで、今回はちょろっとガチャパートをやっていこうかな。前半ガチャパートで、後半はストリートセッションの模様をちょろっとお伝えしようかなと。例によってちょっと寝起きなんでテンションは変です。思い出を見返せるんですね。うん、いや、とりあえずガチャ回しようか。目当てのものがあるんですか。言うてちょっとまだそんなにないんですけどね、うん、SR7 連ね、これなんかここまで来たら10連まで待ちたいかな。あと、そうするとあんまり本当に回すのがないんだけど、とりあえずこの SSR が 10% のやつね、これいこうか。ほい、あれ、音は一番 10% やからね。あれ、この小手側なんだっけ。ダンシングステージかスキルなしかどっちかか、うん、多分。SSR キャラチケットもね、なんか、まあ、今はね、新しくスカイライブとかがね、またね、追加されたんで、うん、まあ、入手しやすいっちゃしやすいんでね、SSR キャラチケット。うん、まあ、やりしやすくなったので、またね。まあ、10連とかやね、ちょっとね、個人的にもね、SSR キャラチケットはね、前6連とかで回しちゃったから、まあね、10連補正がないとはいえ、それを証明するためにも SSR10 連パートを取ろうかなってちょっと悩んでるところもあるんですよね。まあでもね、いち早く回したいんだよね。結局10連補正ないならとかね。ただね、こうやって、ね、動画撮ってね、実況者的なことをやってるのがあれば、みんながね、ちょっとね、あんまり、まあ言うて結構やってる人もいるみたいなんだけど、あんまりみんながやんないようなことをこうちょっとね、動画とかでね、みんなに見せてあげたらな、あげたらなとか、見せてあげられたらなって思うんですけど、もう神々やね。うん、と思うんですが、あ、今すごいことに気づいちゃった。すごくもないけど、これ SSR キャラチケットの下にスペシャルスーパーレアキャラチケットって書いてあるね。なるほど、 SR はやっぱスーパーレアなんだね。まあ、SR っていう方がちょっと言い方せめてあるのか。S レアってみんな多分言うかもしれないけどね。やっぱどうも私は昔や某ゲームの影響でやっぱ SR とか言っちゃうけどね。なるほど。スペシャルスーパーレアみたいなね。SSR。じゃあ UR は何やろね。ああ、ちょっと気になるな。今度見てみよう。手に入ったら。で、まあそんな感じですねっておかしいな。結局どうすんねんって話だよね。回すのか回さないのかどっちなの。ガチャパートでしょってことなんで、じゃあ回します。もう、ねえ。まあちょっとだから複数枚手に入るような機会があったらね、ちょっと10連もちょっとシェアしていこうかなと。ドキドキ。ヤミちゃんがいいな。ヤミたーん。食べました。マントルホールかな、確か。うん、まあ仕方ないよね。こういう感じになってくると、そうか、それだよな。でもな、ヤミちゃん結構揃ってないんですよね。そうだから、ある程度揃ったら10連を回せばいいんじゃない。こう単発で回してダブル危険性というか、危険性っていうのもおかしいけど、こうダブってテンションが下がることをこう考えていくと、あれだね。あれですよ。単発を回避するために、単発でテンション下がるのを回避するために、10連を回そうと、いう気持ちになるかな。なんで、もうちょっと、例えば、本当にね、ちょっとヤミちゃんが揃ってないんで、単発でしばらく回してはな、だから10連は相当後になりそうですけどね、なんだかんだで。はい。こんな感じですね。うい。なんか、くしゃみでそう。なような、出なそうな。で、今回なんか割と結構いろいろ言うことがあったような気がしたんだけど、あんまりないかな。あとじゃあ、ストリートセッションは。
やべえ、なんかテンションもそうだけど、いろいろおかしいわ。個人的にちょっと見どころがありそうなところだけちょっと再生します。ここかな、そう、ここ。あ、じゃなかった、ここ、そうでもなかった。あの、これもある意味熱いよな。うん。熱いな。やっぱ、フル発動同士の戦いですよ。ビオ。ここはね、例によって倍速をかけるんで。始めます。倍速、アンド。まだ私のボタンクリックを始めてます。まあ、言うてこの差だからな。まあ、割と敵レースっちゃ敵レースだな。てか、相手の敵、これ絶対、絶対じゃないや。資金稼ぎ用じゃない。イリュージョン系めっちゃ入ってるよね、さ。私の人はいるのね。いや、割とデッキ。アイデントは不思議です。で、デッキね、だから結構あのデッキ組み合わせちゃってる人とか多分いるかもしれないしね。メインデッキでそのままやっちゃってる人とか多分いそうみたいな。なんか、浮遊してたんだけど。もっと応援してほしいな。やっぱこれね、こうやってイラストをね、なんていうかこう、近く見れるっていうか、その良さがあるよね。実況であればもうちょっと本当なんかあの盛り上げるような実況をしてもいいんでしょうけど、まあこれは敵の倍速をするというか設定になっているので、適当に喋ります。まあ逆にね、実況考えると少しはいいかな、考えると少しだよね。あとここでマリオネット倍速が発動みたいな。これあれがいい。これ相手がファーストインパクト、ファーストインパクトはこれは強い。雲なく。しかしサルウィン、ここで各4枚にしていたことにより被害を最小限に抑えていく。面白いね。いいね。いや、だからこれもなかなかちょこちょこやりたいよな。うん、やっぱいろんなカード見れるのが結構個人的に好き。うん、やっぱここだよね。いや、こういう応酬を見てるのもなかなか楽しいし、やっぱこれがね、うん、やっぱなんかバトルっていうか、倍速とかカットとかカットはしないですけど、前提にしてるとね、割と、うん、なんかいろいろ気が楽に喋れるな。なんてね。割と相手の、あ、でも、やりましたってな感じですね。なるほどなるほど。
と、まあ、これも GG じゃない。この時あれだね、目は3倍だったから、あのこれは関係ない。始めます。終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。